不思議なものを入れる魔法の壺です。画用紙で形を作ったら、絵の具で模様をつけましょう。1. 用意するもの。絵の具はいつも使っているもので構いません。筆は先の細い小筆か、面相筆を使います。2. 色画用紙の部分から模様を描いていきます。絵の具はほんの少しずつ出して使いましょう。一度絵の具をつけたら、離れている場所にも同じ色を使って違う模様を描きます。模様は筆の先を使って点や丸、直線や曲線など思いつくままに描きましょう。色を変えるときはしっかり筆を洗ってください。これで色画用紙の部分の模様ができました。3. 先に白で模様を描いておくと、黒の上でも鮮やかな色が出せます。濃いめに溶いた白い絵の具で模様の形を塗りつぶしていきます。直接描きにくいときは、鉛筆で下書きをしても構いません。全体のバランスを見ながら、仕上がりをイメージして描きましょう。4. 絵の具が乾いた上から色を重ねて模様を描いていきます。色画用紙に描いた模様の上からもっと細かく付け足しをしてもいいし、白を生かしてそのまま残してもいいですね。一つ一つの模様を丁寧に描くことを心がけてください。時間いっぱい細かく描くことで、より魔法の壺らしくなります。形や色、模様を工夫して、自分だけの魔法の壺を作ってみてください。